TBS ラジオ伊集院光とラジオと斉藤由紀とおはようございます。今日は2年ぶりに伊集院さんにお会いできるのをとても楽しみに参りました。とても楽しみだと私は暴言を吐く癖があるので、どうかそこら辺お気をつけてください。よろしくお願いします。あんな素敵な声でどんな告白から入ってんだ。楽しいと暴言を吐く癖がある。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。ワッシュアシスタント安田美香です。さあ、今日はゲスト女優で歌手の斉藤由紀さんなんですけど、はい、2年ぶり2度目のご出演で、前回は僕がもう一方的に好きだったラジオと、そのラジオ本の話、はい、まあ、あと女優業の話多かったんですけど、今回はちょっとこう歌手アーティストとしてのお話を伺いたいなって思ってて、はい、でもなんか自分が斉藤由紀さんの曲をすごい歌えることに改めて気づいた。本当本当。あと思い出したのが、自分の部屋のベッドに寝て、はい、その真上にいっぱいポスターが貼ってあったうちの一枚が斉藤由紀さんのカセットテープのポスターだったことも思い出した。ちょっと歌の話を聞きたいです。斉藤由紀さんこの後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい知りたい食べたい金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト斉藤由紀さんは1966年生まれ、神奈川県出身。1984年週刊少年マガジンのミスマガジンでグランプリを獲得し、翌年卒業で歌手デビュー。スケバンデカで連続ドラマ初主演を果たし、1986年ヒロインを演じた NHK 連続テレビ小説ハネコンマは平均視聴率 41.7% を記録しました。その後も数々のドラマ映画に出演するほか、小説エッセイナレーションなど幅広いジャンルで活躍。先月には日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞しています。そして今月21日、デビュー35周年記念セルフカバーアルバム水郷曲をリリースされた女優で歌手の斉藤由紀さんが本日のゲストです。さあ、スタジオには斉藤由紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、2年ぶりという。そうですね、2年ぶりですね。はい。この2年間何か変わりましたか？いや、別に普通になんとなくこうたらーっとゆるーくぬるーく生きてはいたんですけども、なんとなくですね、去年あたりからその歌手生活35周年ということで、歌のお仕事がこうわらわらと増えました。はい、はい、どう、斉藤由紀さんの中で歌のお仕事っていうのはどうなんですか？なんていうか、ちょっとね、ここしばらくはお客さん的なこう扱いだったんですよね。うん、私の本業は女優で、それがお家。うん、それでなんかこうお客さんが、うん、やってくる、あ、なんか久しぶり、あ、ちょっと綺麗にしなきゃ、お化粧もしなきゃみたいなのが歌手みたいな、うんうん、感じはありました。へー、うん。だってほら、アイドル歌手の頃からは少し間が空いたりしたので、なんとなく、だから今ね、女優で歌手のって言って紹介してくださったじゃないですか、伊集院さんが。だから、とてもね、なんだかね、不思議な気持ちがしましたね。へー。いや、なんかね、うん、当時もいろんな歌番組あって、当時アイドル全盛でいっぱいいろんなアイドルの人いたじゃないですか。うんうん、ちょっと斉藤さんなんか違いましたよ、なんか見てて。だってほら、ずーっとなんかこう、馴染めなかったから。
ずーっと借りてきた猫みたいだったから。で、なんか、それを、普通はそんなことないですよって言うじゃないですか。うん、そうじゃなくて、うん、俺、馴染めてなかったと思うんですよ。でも、その、馴染めなさみたいのを、猛烈にこう、共振する、共鳴する、男子も女子もいっぱいいて、うん、そんなじゃないかな、なんか、斎藤由貴さん周り、当時の感じで。どうなんでしょうね。うん、でも、確かになんかもう、その、馴染めないことを、無理して、頑張ります。なんていうか、その当時の言い方で言うと、こう、キャピっていう感じ。それがね、私にはね、できなかったんですよね、うんうんうん。だから単にできなかっただけなんです。でね、で、今回、斎藤さんいらっしゃって歌の話しようってなって、うん、俺何の歌好きだったかなみたいのを、うんうん、自分で辿ってって、うん、はいはい、これ斎藤さんで生放送だから目の前で言いますけど、ね、悲しみよこんにちは。うん。平気涙が乾いた後にはあるじゃないですか。あの、アニメの主題歌になりました。はい。はい。はい、あれめちゃめちゃ良くて。あのね、何なんでしょうかね。私の中では、もちろんいい曲なんですけど、なんかこう、いわゆる元気な、明るいこう、曲っていうぐらいのって変ですけど、曲だなと思ってたんですけど、うん、悲しみをこんにちはって歌を聴いて、ものすごく励まされるっていう意見がすごく多いんです。思ったより、なんか、すごく多いんです。だから、そういう曲なんだなって、その、反応を聞いて、改めて思ったっていう感じです、私は。俺、真正面だから言いますけど、はいはい。あの歌新たに聞き直して、やっぱりと思うんですけど、俺その理由がすごいよくわかるんですよ。うん。あんま上手くない。あのね、すっごい一生懸命歌ってることとか、もっと言うと今おっしゃったのでなんかちょっとわかるのは、うん、消化しきれずに歌ってんのかなっていう感じがちょっとするの。だって下手だもの。だけどね、それがすごいのが、あの歌は悲しいことを乗り越えようとしている女の子が、ね、おそらく大丈夫だって、はい、平気なんだっていうのを、はい、多分納得いってないけども言い聞かせながら歌ってる世界観にすごいなって。だって多分、全然まだ乗り越えられてないんですよ。歌歌いながら。そうですよね。うん、で、それが多分次から次へと仕事来る中で自分が思ってる戸惑いとか、うん、それでも、その、から元気出すとこなんだみたいのを全部行くと、うん、すげえ辻詰まってて。53のおじさん聞き直して、そういうことかってちょっと。今更ながら。で、しかもね、もう悲しみはないから大丈夫って言ってる歌じゃなくて、うん、最後また来るけど、大丈夫だっていう、こう、なんていうのか、うん、悲しみと、ね、うん。悲しみを乗り越えるんじゃなくて、ごめんなさい、今おっしゃろうと思ってたと思うんですけど、うん、悲しみを乗り越えるんじゃなくて、悲しみと友達になる。仲良くなるんだよね。仲良くなって見せるわって。さよならじゃないんですよ。そう。悲しみを、こう、なんていうの？あれ、受け止めて抱きしめるみたいな、うん、悲しみさん、仲良くしましょうね、みたいな。うんうん、なんか、切ないですよね。切ないところに、斎藤さんがこれ頑張って歌わなきゃっていうのが、プラスされると、うん、なんか二重の、達観してそれ言ってんじゃなくて、そう思わなきゃならないんだ、みたいな歌に俺は、聞こえて。そう。うん、でも本当その通りだと思う。うん、言われると、そう思います。斎藤さん自身は、はい、なんだ、当時、自分がすごく気に入ってた歌とか、それは有名無名に関わらず。自分の曲で。自分の曲で。自分の曲で。松本隆さんと堤恭平さんに書いていただいた漢字、はい、三部作っていうのがあって、うん、卒業、うん、初恋、情熱っていう曲があるんですけど、うん、その、初恋っていう曲が私はすごくもともと好きで、うん、なんかこう、ソーダ水のような、こう、シュワーっとした、キュンとする曲なんですけど、なんか松本さん曰く、その初恋の歌詞を渡した時に、私がそれを胸に抱きしめて、素敵な曲です。素敵な詩です。ありがとうございます。って言ったらしいんですね。覚えてないんですけど、でもそれぐらいなんか感動したみたい。すごい、今でもだから好きですね。その三部作、いつも頭の中でごっちゃになるんですけど、書きかけのあなたの似顔絵、似てなくて何度も消したわ。っていうか、なぜ、棒読み歌うの恥ずかしいんですよ。歌うのすごい恥ずかしいんですよ。よくわかりますね。いや、俺もちょっとびっくりしたのは、今回、
もうこれも真正面で言いますね。俺自分の記憶の中ではキョンキョン推しだったと思ってるんです。で、にもかかわらず、俺こんな歌えるっていうぐらい歌えます。あれなんじゃない、あの、アイドルオタクだったんじゃないじゃないのよ。そうなの、逆に、あの、ラジオパーソナリティになるときに、アイドル覚えないとダメだぞって言われたぐらい、アイドルオタクではないんですよ。でもなんかさっきほら、あの、ブースの外で聞いてたら、あの、貼ってたポスターの一枚が、あの、私だったっていう話を聞いて。そうなんだ。じゃあ、アイドルオタクじゃんって。これがまた面白くて、貼ってたやつと、その後アイドル勉強期に入るんです。その、最初についたディレクターがまずアイドルをとにかく知りなさいってなるから、はいはい、最終的にはポスターいっぱい貼ってあるんだけど、隣に。勉強のために。その隣、うちの隣が中里レコードってレコーデーで、で、そのレコーデーのおじさんにもらったやつを何枚か貼った中の一枚が、あの、カセットテープの CM のやつだったりとかして。だから、好きだったと思います、それね。真正面で。だって屋根に悲しみ乗せた列車の。あ、よく覚えてる。これなんだっけ、情熱オーラ、うんうん。やれるし。ものすごい記憶力ですよね、いつも思うけど。で、今日それでビビったのが、何か好きな曲あるかちゃんといっぱい言おうと思って思い出してて、ギリギリまで、ガラスの鼓動っていう曲が俺は好きだったはずなんだけど、調べたらそれはアルバムタイトルで。そうそうそう。あの、そういうガラスの鼓動っていう、あの、曲はないです。それでびっくりしちゃって。はい。自慢げにそれは、そんな有名じゃないけど知ってますよって言うと思ったら、ないってなって。そしたらガラスの鼓動の中に、歌詞にガラスの鼓動が出てくる歌が。そう、月の原っていう、あの、曲があって、ちょっとこう、幻想的な歌なんですけど、うん、その中に、ガラスの鼓動、まだ見ぬ人、あなたにあげるっていう歌詞があるんですね。で、私だけがあなたの命って言うんですよね。私、あなただけが私の命。すげえ俺得してる今。ちょっとうっとりしちゃった。じいさん。そんなです。そんな、あの、歌詞なんです。へ、逆に、当時、うん、また今そうやってその歌の仕事してセルフカバーのアルバムの話も後でしますけど、当時分かんなかったことが分かるようになってる曲ってあります？そうですね。例えば、あの、結構たくさんの方がこれをカバーしてくださってるらしいんですが、うん、アクシアという曲がありまして、はい、これはあの、詩人の銀色夏夫さんが、はい、あの、テレビ CM に出た私を見て、あの、この女の子を見てたら曲ができたので、これをこの女の子に歌ってもらいたいですって、レコード会社に持ち込んだっていう、話がありまして。ごめんね、今まで黙ってて。本当は彼がいたことを。そう見えるってすごくないですか、女の子見て。ふっちゃけんなっていう歌詞なんですけど。あの、なんていうの？初めはね、なんか、なんて、あの、なんて、なんだろう。あの、ずるいっていうんじゃないかな。なんか、わね、うん、ひどい歌だなって。言えよ、おいっていう。単純に思ってたんですけど、はい、最近は、あの、それだけじゃなくて、あの、冷酷でエゴイストだなって。はい。とも思うようになりましたね。ちょっと面白いですね。ねえ、ずるいだけじゃなくて、冷酷でエゴイストで、自分だけの世界で生きてる人なんだなっていう感じはありますよね。でもとても正直なんだなと思う。なんか最近、この曲をやっぱり、あの、ライブで歌うと皆さんに喜ばれるので歌うんですけど、歌いながら、ひどいな、冷酷だな、って思いながら歌ってます。でもすごい面白いのは、うん、ごめんね今まで黙ってて本当は彼がいたことをっていう歌詞自体は、うん、確かに、そんなのダメだよって思うけど、うん、その時、まあ、じゃあそれは許容してたね、聞きながら許容してた、それが斉藤由貴ちゃんがそうならいいと思って聞いてる人と、本人は逆に、そこで一線越えてないとするならば相当冷酷ですよね。ねえ、冷酷ですよね。ねえ、人を同時に好きになっちゃうことしょうがないんじゃないみたいな話じゃもうもはやない。ここをちゃんと分けてるってかなり。で、しかもその歌詞の最後に、あの、そっと捨てないでってお願いしてるって。私を責めないでって。そう、責めないで、うん。私のこと捨てないでって。ごめんねって最初に言っといきながら、
捨てないでってそれどういうことっていうね。で、そうやって思うと、うん、ま、歌は、そうやってアイドル歌謡みたいなものって、聞く人の状況とか、あと聞く人はこういう、歌ってる人のことをどう思ってるかとか全部入ってて、うん、河合直子さんの喧嘩をやめてって、多分結構ひどい歌だと思う。あれですよね、二人の男の子が私のために争わないで、うん、じゃねえよって、竹内まりやさん。まりやさんのやつ。でも、なんか歌い方とか、その人の思いとか、その人のなんか持ってる空気みたいなもので、よしってなる感じとかが、ちょっと面白くて。でも今回の、私のアルバムのその、水郷曲というアルバムは、うん、その、すべてその、武部聡さんがオールリアレンジ、はい、ということをしてくださったんですけど、はい、当然だから原曲35年前のオリジナルも武部さんがやってくださってる、うん、ところが今回のアレンジはもうね、最初に流れてきただけで、まあぶっちゃけハープなんですけど、うん、もうね鳥肌が立ちましたね。だから武部さんは自分がやった作品を全く別の方にやるっていうことで、やっぱり結構本腰というか、うん、よしって思ったと思うんですけど、うん、なんだろう、武部聡という音楽家のとんでもないこう、霊力さというか、あと底力みたいなもの、うん、お、私、底力っていう、そんな土臭い感じじゃないな、武部さんの場合は。なんか、ものすごい完璧な技術力みたいなものも感じたし、プラス、あ、私のことを本当に大切に思ってくださってるのかなって、なんかすごく嬉しくて、なんか、じんとしましたね。アレンジを聞いたとき。で、それって、なんか今から多分、うん、その、水郷曲なんか曲も書けますし、はい、今これが、そういうのがあるんだって聞いて、うん、あ、じゃあと思ってる人にとってもそうだと思うんですけど、うん、斉藤由貴さんが今言った、あの頃感じたのと違う意味も感じる大人になってるっていうことが、うん、多分武部さんにもあるんじゃないかな。うん、この曲を今の斉藤由貴なら、こうアレンジするみたいのが。武部さんとね、うん、今回のレコーディングに際して、たくさんお話ししたんです、うん。それだけじゃなくて、彼がその、だから、チェロとか、弦カル、バイオリンとか、オーボエとか、あと、まあ、ハープも含めて、いろんな、音楽家の人たちを、スタジオに呼んで、その、音楽のレコーディングをするときに、音の、そこからも私ずっと一緒にいたんですね。うん、で、そこで仮歌を全部入れて。うん、で、その時に武部さんがおっしゃってたのは、とにかく、あの時代、打ち込みで、たくさんの音を盛り込むことが贅沢だし、そのチャンネルもいっぱいあったしね、いっぱいあった走りだったし、それが一つのこう、なんていうかこう、ラインというか。だし、ある意味サービスだし、誠意だし、みたいな。でも、うん、今、こうして、いくばくかのこう、時を経てですね、なんかこう、彼の中で、うん、本当言うと、口にすると本当普通なんですけど、余計なものを削ぎ落とそうと、枝葉なくて、それで少しそれでね、物足りなくとか、なんかこうちょっと頼りなくね、思うかもしれない。特に彼は私のボーカルを究極の不安定というのでいいね、究極の不安定いいですね。その本当に好きなもの、本当に大切なものだけを集めて、今の私の曲を聞いてもらおうっていうのが彼のコンセプトとしてあって、うん、だからある意味本当にこう大事なものがまっすぐにちゃんとそのまま心に届くような感じが私はするんですね。でもね、下手なんですけど、いやいやでもそういう境地って別に、うん、僕はおしゃべりの人なので、うん、だと自分では思ってるので、うん、セリフを減らす時期に今来てて、うん、おしゃべりの量をどれぐらい少なくするかみたいな時期に来てて、伊集院さんが今特に落語をまた始めて、若い頃に落語の説明をいっぱい、今の現代人にはわかんないからっていっぱい説明出てたのを、これは勇気を持って抜くことだっていうところに入ったんですね。で、多分普通の、まあ普通、お家で子育てしてる人とかがお説教を長くするか短くするかとかも、おそらくそういうことな気がする。
おそらく言葉が足りないと思っていっぱい言う時期と、いや、一言言えばいいんじゃないかとか、うん、教育論の本を読むとそうじゃないらしいけど、私はあんまり不吉っちょだけれども、私の言い方はこれで通じなかったら仕方ない。ただ心を込めるしかないみたいなので言うと、ある程度の年齢いくと、省く時期に来るのかなっていう。そう思いますね。だってほら、だん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 、裸で生まれてきて赤ちゃんの頃からいろんなものが増えて増えて増えて、で、最後は死ぬわけだから、やっぱり美しいのは、広がったまんまじゃなくて、だん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 元に少なくしていくのが、形としては綺麗ですよね。で、こっちのキャパも少なくなるし、実際終える量も減ってくる。そう。本当にね、本当にそう思う。なんかね、自分が受け負える量っていうのが、自分がだんだん年老いて、なんかこう、いろんな機能がね、なくなって、こう、衰えてくると、自分が受け負える量はね、やっぱりね、減っていく。うわ、このこと、うん、いろんな職業の、僕らと同じ年齢層の人に聞いてみたいですね。うん、タンス作ってる人が、意外に引き出し減るよ、みたいな。ギミック減るよ、みたいな。ズボン作ってる人が、ポッケってね、必要なポッケ2個、みたいな、そういう感じになってるかどうかを、すごい聞きたいかな。ちょっと一度 CM を挟んで、ちゃんと曲も聴いていただきます。斉藤由貴さんとお話ししています。伊集院光と、ラジオと、斉藤由貴と、水郷局と。TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻は10時27分です。改めまして今朝はゲストに女優で歌手の斉藤由貴さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、先ほどからお話にも出てます最新アルバムの情報系を、じゃあ安田からお願いします。はい、斉藤由貴さんのデビュー35周年記念セルフカバーアルバム水郷局が今月21日にリリースされました。ファーストシングル卒業から10枚目のシングルさよならまで全10曲を新たなアレンジで収録したもので、通常版のほか同じ楽曲のオリジナルを収録したリマスタリング版がセットの初回限定版も同時リリースされています。あ、初回限定版かな。俺らの時代の人はちょっと聞き比べたい感じしますね。通常版の方です。これ今手に取ってるのは通常版ですね。わ、悲しみよこんにちは両方ちゃんと聞きたいな。だからこう水郷局、今回の新しいのをバーッと聞いた後に、じゃあオリジナルはどうだったのかなって言って全く同じ順番で聞けるって、ちょっとこうタイムトリップですよね。あ、オリジナル版を最初に聞いた方がいいかな、どっちだろう。そうだね。あ、多分あの時代の斉藤由貴を知ってる人は俺オリジナルから言ったらいいような気がする。あ、そうですね、一旦そこに巻き戻して、さて今はっていう方がいいかなっていう気がする。そうですね、それが綺麗なかもしれない。でも今これを聞いてくださる方です、これを買った方は、え、通常版しか買ってないのにっていう人もいるかもしれない。あとは通常版買ってる大ファンの人はあ、オリジナル版まだ俺持ってますっていう人もいるから、じゃあ中からね、じゃあですね、はい、中から1曲、これ斉藤さん選んでくれたのかしら。あ、そうですね、はい、じゃあ聞きましょう。さっきそう言われたので、はい、選んでってはい、では、アルバム水郷局から斉藤由貴でアクシア悲しい小鳥。いつも時間管理にうるさいディレクターが最後までかけたいって。うん、途中でふーってなくなることもあるんですね。じゃあ、BGM 代わりにしてお話をするっていう仕方もあって、あ、でいつも、うん、押してる押してるばっかり言ってくるんですけれども、やっぱりトークの途中に出てきたそっと私を責めないでまで聞きたいっていう。ありがたやです、よかった聞けて。いや、聞くとこれもまた発見があった、俺には発見があった、うん、どんな。やっぱりこういう歌って、うん、歌ってる人が好きだったりとか、うん、歌って内容を好きでいたい人が聞いた方がよくて、そうじゃない人が聞いて悪い女だなとか二股じゃねえかとかっていう話じゃないんだなと思ったのね。俺これを聞いてて切に思ったのは、男の方にも実はまだ言ってない嘘があってほしいと思った。それは新しい見方、なんか面白い。男はそのこれを言われてもうちょっと本当は言って俺バツイチですとか、いや、もっと言うと、
死別した妻がいますぐらいの話を持ってたらどう思うんだろうって、このドラマはすごい許せるものになるかもしれないし、面白い発見ですね。いやなんかまあ歌でも何でもそうですけど、うん、半分ぐらい聞く人のもんですよね、なんかね。そうです ね届けたらもう あとはもうその人に委ねます、はい、彼いたんかいっていう聞き方も全然ありですしね。いやなんか僕は その曲をまだ聞いてないですけど、うん、悲しみをこんにちはの新しい方やっぱりどうなるだろうって。そうですね、もしよかったら今度最初からちょっと聞き比べてみてください。する本当に面白いと思います。本当にしますよ、はい、今、はい、自分がウォーキングをしながらずっとアルバム1枚聴くみたいな流行ってて、たまに号泣して歩いてる時ありますからねその可能性もなきにしもあらずなんですけどね、うん、さあ、ということでね、もう時間もどんどんなくなってきてるんですけど、うん、僕必要事項で忘れてることありますか？それはもう大丈夫ですか？ライブはいいのか？あ、そうかそうか、うん、ライブやる。いやでもわかんないか。大丈夫、いや、やるんです、やるんですけど、チケットはもうソールアウトなんだ。瞬殺しちゃったらしくて。実に加藤あったりとか、はい、あと世の中落ち着いてもっと大きいライブやるとこなんかあったらまた教えてください、うん、ね、はい、ぜひまた来てください、はい、さあそのラストは、夢や野望。これね、2年前に来た時も同じこと言ってたらしいんですけど、世界旅行がしたいんです一人でね。へー、世界旅行主に、うん、どこが一番、絶対コースから外せないところは、ね、絶対行きたいのは、これもベタなんですけど、ウユニ塩湖。あー、例の、うん、すごい透明みたいな、うんうん、あれと、あとそれからトルコにパムッカレっていうところがあって、うん、白い、あれは石灰岩、なんだろう、なんかそういう白いね、うん、こう温泉みたいな、こう、うん、だんだんの造形のところがあって、うん、そこで気球に乗ってみたいんですよね。へえ、うん、なんか両方とも似合いそうだよね。パムッカレ、うん、カッパドキアって言ったらわかるかな。カッパドキアの方が聞いたことある。カッパドキアのパムッカレって言った方がわかりやすいかもしれない。パムッカレはなんか、うん、っていうとこがあるんです、ね、ハムが挟んである乾いたパンっぽい食い地かっていう、ね、ぜひぜひまた、はい、お時間ある時にいらっしゃってください。ありがとうございます。今日のゲスト斉藤由貴さんでした。ありがとうございました。